皆さんこんにちは、コワショーです。今回はですね、いつもと少し違う話なんですが、私が投資を始めたきっかけについてお話をしてみたいと思います。まあメッセージとしては、別にね、僕の投資来歴をなんか自慢したりとか、何か皆さんにお見せしようということではなくて、若い頃からね、投資というものをぜひしてほしいと思っています。で、もちろんね、投資もいろいろなものがあるので、まあ何がいいとか何が悪いとか、まあ僕はね、専門家ではないので偉そうに言う気はないんです。ただ投資ということ自体をね、怖がらないでくださいということと、若い頃からやるべきだってことについて、まあ、今回はね、取り組んでみたいと思います。で、まずですね、なんでね、若い頃から投資をしてほしいかということなんですけれども、まあ、僕はですね、投資を、かなり若い頃からやっていました。普通の人だったら、多分ね、20代の中盤とか、もしくは後半ぐらいから、早い人でもね、それぐらいに、ちょっとね、こう社会人になってお金ね、貯めてたら貯金ができてきて、ちょっとね、そういったものをこう使って、増やしていこうみたいなね、形でこう投資をする人っていうのがいると思うんですけども、僕はですね、かなり早い時期から投資に取り組んでいたし、例えば新卒のもうね、1年目だったと思うんですけども、頃から自分でも口座を作って取引をしたりとか、そういうことまでやっていました。だからもちろん最初の頃からうまくできたわけではないんですけども、そこを振り返って思うと、やっぱり結構失敗するんですよね。わからないことも多いし、常に調べながらやるんだけど、でも調べても普通にわかんないし、ミスるしっていう状況なんですよ。やっぱりね、その本格的にいわゆる、運用とか投資とか、あとは自分には何の投資が向いているのかっていうのを判断するために結構時間かかるんですよね。なので、僕の中では、本当の意味で、なんか資産運用とか投資をするっていうのは、早くても、実は20代後半ぐらいからでも問題はないと思ってます。はい。皆さんがね、こう、働くのは少なくとも、20年から30年ぐらいは働く人が多いと思うんですよ。どんなに早い人でも、せいぜいリタイアするのって40代の前半とかと思うんですね。いわゆるこう、ファイヤーっていうかどうか別として、アーリーリタイアするとして、お金をね、すごい持って稼いで、もうね、働かなくていいってしても、どんなに早くても40歳。普通に考えたら、早くても50代だと思うんですよ。ってことは20代30年働くんで、そう考えた時に20代の普通にサラリーマンになるとしたら22歳とか、23、4歳ぐらいの人が多いと思うので、5年ぐらい働いてからで大丈夫と思うんですが、そこからスタートするとやっぱりそこからね、どうしても時間かかってしまうので、僕はね、なるべく早く始めて経験値を積むことからスタートした方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、僕の経験談なんですけども、僕がそもそも投資を始めたきっかけが何なのかっていうとですね、新卒で会社に入って、それでいろんな諸先輩方を見たからっていうのがめちゃめちゃ大きいんですよね。もともと、その新卒の会社入る前も、証券会社の口座とか持っていたし、本当のきっかけをね、ほじくり返していくと、僕の場合は、親の影響なんですね。僕の親がですね、資産運用、主にね、株とか投資信託とか、そういったものをやっていて、で、そういうね、話を僕は小さい頃から聞いて育っていたんですね。で、もちろんそんな細かい専門用語なんてわからないし、例えばね、今ニュースでね、僕も見ますけど、FRB がどうだとかね、日銀がこんなこと発表したとか、そんなことはわからないですよ。そんなことはわからないけれども、なんとなく、企業がいいニュースが出ると株価が上がったり、例えば何かこう問題なんかね、何かをこう隠したりとか、僕がね、結構子供の頃そういう事件が多かったんですよ。なんか大企業が悪かったことを隠してごまかしたみたいなね、事件が結構多くて、外株価がバーンって下がってニュースでね、下がりましたみたいなこと言ってたり、そうなんだみたいなことを思って育ってきたんですよ。で、ただね、そんなに自分の中でなんかこう積極的にたくさんね、こう運用をしようというよりは、貯金の一種だなぐらいに思ってたんですけど、ただですね、社会人になってすごい強烈に思ったのが、僕が22歳の時に社会人になって、僕以降誕生日早いんで、すぐにね、23歳になるんですけども、22、3歳の頃にですね、いろんな人に出会うわけです。もちろん、学生時代も、塾でアルバイトをしていたので、年上のね、社会人の方とコミュニケーションを取ることはあったんですが、そういう方よりも、段違いに多くの人と、いろんな話をしたりとか、するようになったわけですね。で、やっぱり、その学生時代は、どうしても、周りからも学生さんとしてね、扱っていただくことが多いので、あまりね、なんかお金の話とか、そういう話ってしないわけですよ。だけど、実際に社会人になると、みんなね、そういうお金のこととか、もちろんね、家族のこととかいろんなことがあるんで、そういうことを話すようになって、で、気づいたんですよ。やっぱりお金を持っている人と持っていない人に分かれているなって感覚があったんです。先輩方ですね。僕が22、3歳の時に、やっぱり30代とか、40代の指令がめちゃめちゃ出たかっていうとそうでもないんですけど、でもそれぐらいの方で、結構、
違うなって思ったんですよね。で、実際に例えば、その、まあ、さすが会社に入ったんでね、あ、この人は多分ね、この役職だから、いくらぐらい、おそらくもらっているんだろうな、みたいなのは想像つくんですよ。想像つくんだけど、実は蓋を開けてみると、同じような役職で、ね、まあ、収入とかもね、同じようなぐらいなんだろうな、って人でも、なんか話を聞いてると、なんかお金を持ってそうな人と、もう別、普通、そのね、収入だけでやりくりしてるのかなって人と、なんならちょっとお金ないなって人と、まあなんかいくつかのパターンに分かれるなってすごい感じたんですよね。で、その時に、やっぱり、まあ、僕もね、別にじっくりその人のお財布事情を観察したわけじゃないんだけど、その人たちの話をずーっと聞いてると、いくつかのことが分かったんですよね。まず、一つは、お金を持っている人っていうのは、いろんなところから収入があるんだなってことを知りました。例えば、まあ僕がですね、新卒ぐらいの時に流行っていたのが不動産投資なんですね。マーケットが良かったんです。今不動産投資がいいかどうかはちょっと僕わからないんですけども、僕が新卒だった頃は、今から振り返れば良かったんですね。で、僕の、例えば、同期もですね、結構入って1年目か2年目かに結構なマンションをローンで買ったんですよ。でよくローンそんな組んで買ったねみたいな。で、まだ結婚もわかんないし子供もわかんないのにねって言ったんだけど、結局その後めちゃくちゃ値上がりして、友達はですね、それをマンション売ってですね、結構なお金を手にしましたね、プラスでね。うん。まあ、なのでそういう事例もあったし、あとはその駿河銀行のね、そのまあ融資の問題とかがあったんですけど、その一個手前だったんで、イケイケどんどんな銀行が貸してくれたっていうのもあったようなんですよね。だそういうのもあって結構マンションを何棟か持ってる方とか、副業をしてね、株とかそういうのやってプラスアルファで持ってたりとか、まあ、いろんな方がいたんですよ。で、やっぱりそういう方ってまあ、そこでまあ、自分のね、まあ、貯金というか資産を作れるので、今ね自分が稼いでいる給料をもちろん全部使っちゃうわけじゃないんだけれども、結構使っても全然残る、そのね、投資の分があるんで、そうするとまあ結構普段の生活も豊かだったりとか、なんかこの人いつもね、なんかまあ、金遣いが荒いって言い方あれなんだけど、なんかいいもの着てたりとかね、いいカバン持ちたりとかするよなみたいな感じだったんですよね。で、もちろんそのいいカバンを持っているからお金を持っているってわけじゃなくて、もちろんそういうのは質素な方もいらっしゃるんで、もちろんそれだけで判断してるわけじゃないんだけども、ただお金がない人の特徴も逆に分かって、つまり入ってきたものを使っちゃうだけの人ってあんまりお金を残ってる人いなかったんですよ。うん。で、やっぱり先輩方見ても、確かにすごいね、稼がれている方とかもいたんだけど、蓋を開けてみると、まあ確かに、そこの方すごい稼いでるんだけど、でも話聞いてると、まあ別にね、資産運用はしてなくて、でも家賃多分あんぐらいのとこに住んでるって言ってたし、でもなんかこの人、この前飲み会でね、あんなこと言ってたけど、そういうの足していくと、あれなんか給料、まあ残らなくはないけど、これ大丈夫なのかな、貯金ってできてるのかなみたいな人っていうのもいたんですよ。うん。で、別にその人の生き方なので、別にその人が悪いわけじゃないし、別に仕事をする上では僕にとっては何の関係もないことなので、まあ実際ね、そういう方とも仕事をしたし、まあそうじゃなくてね、資産運用バリバリやってる方とも仕事をしたし、まあでもどっちが仕事できるってわけでもないんですよね。で、僕はね、それでやっぱりすごく思ったのは、やっぱり自分はどういう人間なんだろうって思った時に、やっぱりどっちかっていうと、学生の頃もそうだし、まあ高校生の頃も子供の頃からそうなんですけど、結構貯金をしてきた人間なんですよね。その親から、まあもらったお小遣いですけども、を、まあ節約したりとか、結構ね、僕は何歳ぐらいまでだったかな、かなりね、小学校の頃から、中学、高校ぐらいかな、お小遣い帳をね、つけてたんですよね。うん、なんか、確か、高校生ぐらいまでやってたんじゃないかな。うん、結構僕つけてたんですよ。で、その計算するのがすごい好きなタイプだったんですよね、お金の計算を。まあなんかそういうとなんか金の亡者みたいに聞こえちゃってよくないかもしれないですけど、まあそういうのがね、計算が好きだったんですよ。ってことは、なんか自分はなんかその貯金とかそういうのが好きなタイプだから、何か運用したりとか増やすみたいなことをした方がいいんじゃないかなっていうふうに思った。これがまず一個なんですよ。で、さらにもう一個、二つ目の話としては、社会に出て、初先輩方とか、さっき言ったように自分が20代の時の30代、40代の先輩じゃなくて、少し上の20代中盤とか後半ぐらいの先輩方を見てると、やっぱり会社から評価されてる人って、昇進したりとか、ね、ボーナスが多かったりとかするけども、そうじゃない人は、やっぱりそうじゃないわけですよ。その人たちの違いは何だろうって思ったんですよ。で、もちろんですよ、そのコンサル的に、僕はコンサル会社にいたんで、コンサル的になんかこの人はこういう風に優秀で、この人はこういうところがダメなんだな、みたいなのは仮説として持っていました。けど、ただね、
じゃあ評価されてない人と話したりとか、普段コミュニケーションしてて、その人のことが嫌いだとか、なんか一緒にいたくないとかは全く思わなかったし、むしろなんか僕がね、気が合う先輩とかは、なんかあんまり評価されてないかもしれないけど、なんか優しいし、なんかすごいいつも相談乗ってくれるし、ね、たまになんかランチとか行ったら奢ってくれるし、なんかめちゃめちゃいい人だな、みたいな人もいたんですよね。うん。だからそれって、まあもちろんね、その、まあ優秀かどうかっていうのもあるんだけど、まあ物差しなんだろうなって思ったんですよ。で、人間っていろんな場面で物差しで測られるわけですよ。例えば受験をするときもね、物差しで測られて、で社会人になってもいろんな会社ごとにいろんな物差しがあって、そこで測られて君はいいよね、君はダメだよねっていう風に突きつけられながら生きていくんですよね。実際によくある話で、東大生ね、社会人になっても使えないとか、ね、仕事ができない東大生なんて5万といるみたいな話、まあ、僕も動画でしますけど、やっぱり僕それっていうのはやっぱ物差しが違うってことだと思うんですよ。単純に例えば5教科7科目受験をしましょうね、しかも東大形式のなんか問題を解きましょうっていう物差しで測ると、あ、いいよね、つまり合格する人ですよね、いいよねって人が、別の場面で例えばじゃあ仕事をしましょうね、じゃあこういうところで働くからこういう仕事してくださいって時に、その物差しで測られていいよねってなるかっていうとまた別だと思ったんですよね。で、自分は本当にまだ社会人になったばっかりの頃だったんで、それがね、自分物差しが自分に合ってるかどうかもよくわからなかったし、評価されてるのかどうかもいまいちわからなかったけれども、あ、入ったばっかりの頃ですからね、まだ評価も一回も受けてないですからね。なのでわからなかったんで、まあ僕は思ったのは、やっぱりじゃあ仕事はでもね、ずっとしていかなきゃいけないわけじゃないですか、基本的にね。ということは、その仕事以外でちゃんとそのお金が得られる部分がないと、その仕事が辛くなっちゃうだろうなって思ったんですよ。どういうことかっていうと、やっぱりその収入源がその一つの仕事しかないと、そこに、まあ僕はね、さっき言ってね、お金を貯金したいタイプ、つまりまあ結構多分ね、お金が好きなタイプだと思うんで、そのお金を得るためにそこにしがみついちゃうタイプだなって思ったんですよね。結構お金に頓着がない方だとね、あの仕事つまんないから別にもうすぐ辞めてやるよみたいなとか、でこんなムカつくこと言われるぐらいって辞めますみたいな、結構僕からするとまあかっこいいタイプですよね。うん、そういうことが言えるタイプの人ってすごいいいと思うんです。僕はかっこいいと思うんだけども、僕はそういうなんかこう強いタイプではなくて、え、でも今仕事辞めたら来月の給料ね、どうなんだろうとかって思っちゃうタイプなんで、上司に厳しいこと言われたりとか嫌味とか言われても結構グッて耐えるみたいな、結構僕はどっちかっていうと若い頃はそういうタイプだったんで、そう考えると、まあ逆に会社の中で別にいつ辞めたっていいわって思うためには、やっぱり他のところから収入がないとダメなんだなってすごい思ったんですよね。おいおいね、僕はなので会社をやりながら起業もしちゃうことになるんですけど、でも最初にまず考えたのは、じゃあなんか資産を運用したりとか投資をすることで、まあ、元手は小さいけれども、まあ、なんかね、お金を増やすための、工夫をしてみようっていうふうに思ったんです。で、証券会社の口座を作って、最初はね、忘れもしないですけど、日本株をね、まあ、どことは言わないですけど、まあ、いくつか買って、でなんかね、こうデイトレのね、あのなんかママごとみたいな、本当ママごとですよみたいなことをして、なんかこう一日、まあいい時だと数万円ぐらい、悪い時だとまあもちろんマイナス数万円ぐらいの、要はそのぐらいのレンジで取引をしていました。ただですね、まあ僕がね、一個言えることは、基本的にその短期的に稼ぐっていうのはほぼ無理だなってことがよく分かったんですよ。で、まあ正直仕事が暇な時とか、会社のパソコンを開きながらそこで株の取引したこともあります。まあもうちょっと今だから言うけど、まあ絶対ダメですよ、皆さんはやっちゃね、ダメなんですけど、まあそういうね、まあズルもしたことあるんですけど、まあただ思ったのは、結局ね、相場が空いてるのって、まあ平日なわけですよ。まあもちろんちょっと外国の市場だってね、アメリカとかだったら、まあ日本の夜中っていうのもありますけれども、基本的には日中じゃないですか。そうするとまあ僕らが仕事をしてる時間に相場って動いてるんで、それを随時チェックしたりとか、その、いわゆるデイトレ的に売って買って売って買ってみたいな、まあ買って売ってでもいいんですけども、そういうのを繰り返すことは、まあまあ難しい。まあできない。っていうふうに考えた方がいいし、例えば、たまたま運があってね、じゃあ一日今日は暇だからね、トレードできるぞっていう日があったとしても、その一日がどう動くのかっていうのは、すべて連続性で決まってくるんですよね。やっぱ昨日がどうだった、そして明日がどうなりそうだ、だから今は今日はこうなんじゃないか、みたいな仮説に基づいて、もちろんそれが当たらないことの方が多いんだけど、それで動いてやっていくので、じゃあ急にポンとね、休みができたからといって、その日にお金をポンと入れて、いっぱい稼げるかって言ったら、そんな楽な話ではないってことも分かったし、あとはやっぱり、たまたまね、なんか自分がこう買ってみて、たまたま上がって売るって、それでね、利益を得てるに過ぎず、今のやってることね、自分がやってることは過ぎず、確固たる根拠を持って上がる下がるって思ってやれてないなっていうのも
あったんですよ。で、まあ、幸いにして多分、ビギナーズラックでね、トータルすると、そのね、若い頃やってた、そのなんかデイトレの、ほんとままごとのままごとみたいなことで言うと、一応プラスではあったんですけど、まあ、ほんとちょっとですよ。プラスではあったんですけど、まあでもこのままじゃ全然ダメだなっていうふうに理解しました。で、やっぱりそのいろいろ考えてた時に、いろんな勉強もしました。本も読みました。そういった時に、やっぱりある程度、時間を味方につけなきゃいけないんだなって思ったんですよ。ね、個人投資家は時間を味方につける必要があると、僕は考えたんですね。で、なので、今はどっちかっていうと、時間を味方につけるような、まあ、取引を中心に、もちろんそれだけじゃないんですけども、今取り組んでいます。ずっとね、まあ、ここ4、5年、もうちょっとかな、長い期間はずっとね、もうそういう風にやってます。ただですね、やっぱり株とかそういったものって、まあ、失敗も多いんですよね。僕の場合、たまたまビギナーズラックで、まあ、一応プラスになったけれども、多分普通にマイナスになってる可能性もあったし、たまたま僕がやってた時って、マーケットも良かったんですよ。どっちかっていうと上がってってるマーケットだったんで、普通にね、買ってずっと置いといて、そろそろもうデイトレなんてやめようかなみたいな時の時期にポンとやめた方が普通に利幅取れたような気もします。まあ、計算はしてないですけどね。なので、時間かかります。はい。損もするし、非効率なこともやるし、全然うまくいかないんですよ。ただ、やっぱり自分のお金が、例えばなくなるっていうか、まあ、ゼロになるような投資はしちゃいけないんだけども、減ってしまったとしても、それが若い頃であれば、またね、どん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 仕事をしていくことで、そこでこう、収入が入るじゃないですか。で、そこが追加の入金ができるようになるんで、まあ、僕はなんかそれでいいと思うし、あとは、どん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 お金をね、増やしていくべきだと思うんです。投資をするね。以前の動画で積み立てをしようみたいな話をしましたけど、まさにその考え方で、月に少しずつでもいいんですよ。まあ別に年に1回でもいいんだけども、一定期間でどん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 ね、その運用していく、そのベースを増やす。だから単純に100万円をなんかこう1000万円にしようとか、そういうことではなくて、まあスタートは30万円でも10万円でもいいけど、じゃあ毎月コツコツそのね、元手をどん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 足していって、でも足した元手とその運用した利益で、じゃあそれで1000万を狙おうみたいな、まあそういうふうに考えた方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。僕が今言った話っていうのは、まあ多分投資を全くしない人からすると、なんかよく分かってるのは分かんないような話なんだけど、まあ早くやった方がいいと言いたいことは分かったっていうレベルだと思うんですが、少しぜひね、いろいろ調べてみてほしいです。今は投資のいろんなね YouTuber の人もいるんで、まあそういう人がね基本的なことを教えてくれていたりします。なのでそういったものを見てもらうと、あ、なんか小林が言ってたこともまあ当たらずも遠からずかなくらいのふうにはもしかしたら感じられるかもしれません。ただ最後に一つ注意が必要なんですが、この投資とかね、そういったものってお金にまつわるものって適当な情報とか嘘の情報がめちゃくちゃ多いんですね。本当にめちゃくちゃ多いです。なので僕もYouTube チャンネルでそういったね、投資にまつわるものとか情報を見ますけれども、相当フィルターをかけてというか、なるべくこうその人に引っ張られないようにフィルターをかけて見るようにしています。ですから皆さんもね、全部を鵜呑みにするのは本当に気をつけた方がいいです。例えば、〇〇投資一択だとかね、例えば不動産は絶対ダメでとか、つまり債権がどうでとか、言い切ったりとか、絶対みたいなこと言ってるのは、ほぼ間違いなく、やっぱポジショントーキングですので、そこはね、気をつけた方がいいと思います。実際、いろんなね、その投資をしている人と僕は話をしたことがあって、やっぱりいろんな人でね、やっぱうまくいってる人もいるんですよ。例えば、今もう不動産投資はダメだみたいなこと言ってる人もいるけど、それでもやれてる人もいるし、逆に、その株とか投資信託で、やっぱうまくいってなかった人もいるし、まあ、FX とかね、結構危険だっていうイメージ皆さんね、あると思うんですけど、僕はやってないです。僕はやってないんですけども、FX で、まあ、失敗した知り合いもいるし、FX でかなりね、稼いだ知り合いもいます。なので、やっぱり何が絶対良くて何が悪いかじゃないですよ。自分に合うものを探さなきゃいけなくて。で、僕はやっぱり幸いにして、いろいろ、まあ、調べてみたし、まあ、手は出してない部分も多いけども、いろいろ調べた結果、やっぱり自分は株とか投資信託が結構向いてるかなというふうに思ってます。ただ、どっちかというと、最近は、昔はね、結構日本株が向いてると思ったんですけど、今はどっちかというと、米国株とかの方が、まあ、向いてるかなというふうには思ってます。まあ、もちろん別に日本株をやらなくはないですけどね。はい。ただ、どっちかというと、まあ、アメリカ寄りの、そうですね、ものとかの方が、自分には向いてるのかもしれないなというふうにはちょっと思ったりはしてますが、まあ、ただ、円建てのね、海外の投資信託とかもありますので、そういったものも買ったりはしてます。はい。またあんまりね、ちょっと資産運用の話って、普段この動画で言うべきことではないと思うんですけど、やっぱりね、たまにちょっとやっぱ若い方、やっぱ大学生ぐらいの方から始めてほしいんですよね、本当にね。ちょっとずつです。本当にちょっとずつでいいので、始めた方が僕はね、いいんじゃないかなって思う。うん、株
株に関しては、まあ、単元ってものがあるので、まあ、何でもかんでも買えるわけじゃないんですけど、まあ、投資信託であればね、かなりね、安い金額から買えるので、まあ、実験だと思ってね、ちょっとやってみてもいいのかなというふうに思います。もちろんね、皆さんね、その、自分の生活を切り詰めたりとか、そういう形じゃなくて、余裕資金の中でやるように気をつけてください。はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。